初めてです。岡山へ住んどけ。そう、まあ熊谷列は暑いです。はい、ですよね。15年ぐらい前帰ったら陶芸ブームが始まって、太鼓物がもう罪に追いやられて、六郎門が全盛だったのね。それで非常に寂しい、これは何とかせないかんというので、こちらインベ帰って帰る、その決断をしたんですね。それでまあ細工物をほとんどやる人がいなくて、で最近若い人も細工物を手掛ける。その写真をあなたにも撮ってもらえないか。あのあれ私ね、僕よく分かるように平すきとかなんかいろいろあるけど、うん、そういうのはされてないですね。してないね。もうそのまま焼くだけ。そうです。それは 何かというとね、やっぱり土がいいんですよね。やっぱり備前焼のあの三種の神器って、室町から桃山にかけて、あのすり鉢と亀とそれからあの壺ですよね。あのそれがもう大量に作られるんですね。日本各地に送られるんですね。で、なんで人気があったかというと、やっぱり強いんです、はい、時間かけて長いこと焼いてるから、よく焼きしまってるわけね。で、まあご承知のように備前は土物ですから釉薬をかけないから、亀だったら、水亀だったら水が腐らない。花池だと花池の水が腐らないから持ちがいいと、これはあの科学的にちゃんと証明されてるんですね。で、土っていうのは微妙にその気泡あの空いておりますからね、息をしてるのね、それ水が腐らない。だから日本人はやっぱり土そのものが好きなんですよ、やっぱり。いわゆるガラスとかね、そういうよりも土の焼き物みたいな方が、あの日本人はやっぱ好きなんじゃないですかね。